フットワーク FA14 は、フットワークアローズが1993年の F1、世界選手権3専用に開発し投入したフォーミュラ、ワンカー。3年ぶりに F1 に復帰した、デレック・アーウィックとチーム2年目の鈴木アグリが、ドライブした。1993年の序盤2戦は、前年の改良型、FA13 バイトが投入され、FA14 は、 第3戦のヨーロッパグランプリから投入された。ディアボックスは電子制御のセミィーを導入。フロントウィングは FA13 の当初なルウィングから2点吊り下げ式のウィングへと変更した。リアウィングには FA13 バイトで採用したメゾネットウィングを使用した。FA13 がエンジンの決定が遅れたために最適化できなかった重量バランスを改善し、 コーナリング性能が改善されたものの、大幅な戦闘力の向上は見られなかった。第9戦イギリス GP から、マクラーレン製のアクティブサスペンションが投入されたことに、加え、無限ホンダエンジンは、前年から高回転化や、大幅に軽量化が図られたことにより、シーズン後半のスピードアップに大きく貢献した。両ドライバーともに、予選のシングルグリッドの常連となるが、 うまく結果につなげることはできなかった。特にアグリは、マシントラブルも多くシーズン後半には7戦連続リタイアを喫する。とりわけ、ギアボックスの信頼性不足は深刻であった。一方のアーウィックは4位、6位を一度ずつ記録した。チームは4ポイントを得て、コンストラクターズランキング9位でシーズンを終え、1990年から続いた。 日本の運送会社フットワークインターナショナルは、親会社のフットワークの経営悪化が著しくなり、シーズン終了後にチーム売却を決断することになった。ありがとうございます。